昇格争いはリーグ史上最高の大混戦です。この大戦のど真ん中にいる東京ヴェルディがアウェーの地愛媛に乗り込んできました。落として内田佐藤、まだ泉沢が拾う、簡単には飛び込みません。佐藤見て緑シュート、いいシュートです。オンターゲットではありませんでしたが、そうですね、いいタイミングだったですね。いいボールはまだ出てはいません。よくカットしました。素晴らしい。ならは前が空いて左が空いている、そこに渡りそうです。また泉沢ボックス内切れ込んでクロス、岡本クリア。ここを何度も打ち抜いてきます泉沢陣。ベルディ神谷ボックス内に入りたい、打てる距離だ、うーっとオンゴールを誘いました。愛媛が先制します。ベルディが不運な形で失点。まあ、ただ大西さん、愛媛の積極性が先制点を生みましたね。はい、はい、うまくやって外から中に入りながらボールを奪うと、はい、ここ早いですよ。あります。泉沢の前が大きく開く、ボックス内進入、カットインからシュート、同点に追いつきました泉沢。これがベルディの勢いです。さすがですよね、はい、あっさりとぶち抜いて1対1の同点にしましたベルディ。見てみましょう。もう何度も何度も抜いていたこの左サイド、ここずっと今まで縦にここから行ってたんですけど、クロスだったんですよね。はい、内側に入っていきながらですね、ニアサイドですね、はい、さすがの岡本もちょっと中を開けていたか。前のはピネードの前でボールをよくさばいています、うん、うまいパス、ナイスです。カウンターにしたいベルディ、残り時間プラス1分です。佐藤から左、同点弾の泉沢、スピードがあります。いい形になりましたね。自分でも行ける時間帯、持ち込んでボックス内、右足シュート抑えてピネーロ押し込んだ、逆転しますベルディ。前半終了間際、2点目はこのアラン・ピネーロ、ベルディが逆転します。鮮やかなカウンターを仕上げました。そうですね、ここです。素晴らしいボール、いいファーストタッチから中に仕掛けていきながらですよ、はい、ここワイドが出てるんで2対1も作れてるんですよね、一度弾いたんですが最後フィニッシュ詰め込みましたアラン・ピネイロ。前半終了しました、2対1、ベルディが逆転してハーフタイムに入りました。